とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。無謀クエストがありますけども、やってますか?ということですね。無謀クエスト、やってます。でも、無敵バブルビルドで行ってるので、超余裕なんですよね。今日は、バブル使わずに、近接で無謀クエストやっていこうと思います。多分相当難しいと思うんだけども、行ってみましょうか。プレイヤーの HP が4になるまで回復、モブ速度が 30% 増加して、無謀を装備してる。だね。多分無謀これ1だもんね。1。攻撃力が多分 20% 増加の HP 60% 減少かな。おー、きついこれ嘘でしょ。あ、いや、今のは、そうか、ポーションバリア、入ってなかったのね。入ってないよね、もちろん。入ってて、あのダメージだったら、マジでやばいからね。あ、いや、うんうん。いや、待て。きつい。とんでもなくきつい。え、なに?あー、マジか。これはきついぞ。よし。ふぅ。これやばいね。とりあえず矢がないとどうしようもないから、途中矢をね、増殖しながらやっていきます。じゃないとこれはね、無理だ。オッケー。一応ね、失われた魂のソウル棒か。あれをつけてきてるんだよね。なので、ちょっとずつだけども、ソウルが溜まります。それを使って、ところどころで矢を補充しながら、行ってみましょう。おー、きつい。1回目の休憩地点着きましたね。ここで矢を増殖していきましょう。こんだけソウルがあれば、多分ね、5、600本はいけるんじゃないの?うん。増殖するときには、絶対得するような形でやっていってます。しだれた弓つけて、で、弓兵のアーマーかな。弓兵のアーマーを装備してから拾うようにしてますね。そうすると、もうほんのちょっとでもないかな。倍ぐらい違うのかな。倍ぐらい多分、入手が変わってくるので、もしも、矢がね、なかなか足りないよっていう人は、やっていったらいいと思います。全然違うから。本当に。この方法を取っていくだけで、弓の効率が全然変わってきますので、おすすめですね。勇者は、あった。で、ドラと。526本。うんうん。十分じゃない?とりあえずは。とりあえずはこれぐらいあれば、そこそこは進んでいけそうなので、やっべ!あぶね。これはね、あれだね、雲が結構嫌な動きしてくると思うんで、敵の倒す順番とかにはしっかりと、やべ、もう見えてなかった。急にさ、いない奴が出てくるの勘弁して。わかりにくいから。これね、表示されてないやつっていうの本当に嫌なんだよね。また脅威か。やばい。どこいんの?どこいる?あ、いた。お前か。よし。じゃあ次行きましょうか。いけるかな?トゲはやめてくれ。あぶねえ。トゲが来るとマジでこれ死ねるな。ちょっと一回死んじゃいましたね。マジか。やばい。危ねえ。ほんとね、気を抜いたら、ダメな場所っていうのが、ほぼじゃん。もうどこで気を抜いてもダメな、クエストだな、これもうほんとにさ。オッケー。よし。矢をね、ちょっと増殖していきたいな。OK。
1130本あれば十分でしょう。うん、ポンポンこれで使い放題になったと思う。トゲが来ない限り大丈夫なはず。いや、なんか少したダメージで死ぬんだよな。でも正気をつけていかないと。 OK。 怖え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 怖い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 、本当に本当にすぐ死にそうで怖い。あとどこ、 あっちの方か。やばい、ラグっても死ぬからね。あぶねえ、もう敵が見えないこととかもやめて。本当によし、まだね、あれだね、ポーションバリアの時間が見えてるからまだ全然大丈夫です。もうちょっとしたら多分ねバグで見えなくなってくるから、これまでにはある程度のところまで進んでおきたい。もう少しか、ここね、あと3つ、行くぞ。もう確実に倒すときはこれでいきます。よっしゃ、ちょっと待って、トゲがないかをねちょっと確認しながら倒さなきゃいけないんで、めんどくさい。無謀ってきついね。でも思ったほどなんだろう、死なないかな。うん、まあたまたまかもしれないけどね。やっぱダメージは受けるんだけども、簡単にねやられるみたいなことは今のところないかな。うん、やっぱ何回かは耐えてくれるのでギリいけてますね。いくぞ。うん、これだったら75% HP が減るクエストはあそこの方がまだ辛いかな。うん、あそこよりはマシな気がしますね。はい、ゴー。もうちょっとでボスかな。ないね、ないね、 OK ね。よっしゃ、ちゃんと気をつけていかないとね。トゲでさっき死んじゃったから、まだ死んでも大丈夫なんだけども、極力ならもう死にたくないんで。おい、透明化だぞ、攻撃してくんなよ。よし、行きましょう。あラグらないで、ラグっちゃ嫌ですよ。というよりも、キャプテンがいない、まだ。そうだ、キャプテン俺倒したいんだ、キャプテン倒したいんだけど、キャプテンが見当たらない。あれ、これ最後のところなんですけども、いない、いないか。うん、いや、どうもキャプテン今回いなかったですね。端から端まで一応見ていったんだけども、いなかった。おお、無謀だけか。まあまあいいじゃないですか、終わり。はい、ではまあとりあえず最後まで、行ってみますか。一応ね、まあここら辺はちょっと無視していってもいいんだけど、一応ちょっと倒しながらいきますね。うん、はい、ということで今日はね無謀クエストをクリアしてみました。 60% 減るぐらいだったらまだ全然いけますね。うん、これよりも 75% HP が減るクエストの方が地獄です。ここはまだまだやっていける感じですね。うん、変更点がねついてくるとまた違うとは思うんですけども、この感じだったら多分いけると思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。